カワブは古代エジプト第四王朝の王子。彼はクフ王とメリタテス一世の間に生まれた長男であった。カワブは最初を務めギーザのネクロポリスの一部である東地区にある二連のマスタバ G7110G7120 に埋葬された。カワブはクフ王とメリタテス一世の間の長男であり、ジェドエフラー、カフラーの異母兄弟である。 彼はおそらく祖父であるスネフェルの治世に生まれた。カワブは姉妹であるヘテプヘレス二世と結婚した。カワブとヘテプヘレス二世の間には少なくともドゥアエヌホル、カエムセケム、ミンジェドエフという名前の三人の息子とメレスアンク三世という娘がいた。カワブは不王、クフの治世中に死去した。このため次の王はジェドエフラーとなり未亡人となった。 ヘテプヘレス2世が彼と結婚した。この事実は、ジェドエフラーが、伝統的な墓所であるギーザではなく、アブラワーシュに埋葬されたことと合わせ、ジェドエフラーが、ワブを殺害した証拠として挙げられている。ジェドエフラーのピラミッドは破壊されているが、現在ではこのピラミッドの破壊は、ローマ時代に行われたと考えられている。カワブは、アヌビス司祭、セルケトの神官。 王の肉体の息子、最年長の王の肉体の息子、生まれながらの王子、白、上エジプトの銃の長官、ただ一人愛される者、最小といった称号を帯びていた。川部は、ギーザのネクロポリスの一部である、東地区にある大きな二連のマスタバ、G7110、G7120 に埋葬された。G710 は、川部の妻のものである。 彼女の名前は、そこの礼拝堂から発見された。G7120 は、カワブ自身のものである。入り口の通路には、カワブが彼の母の前に立っている姿を映した、レリーフがあり、以下のようなテキストがある。さ、エスミスター、エスカオブ。 SATNTR SXRP ヤマット、SSMTMRT JT SMWT FMSTNXWFW 彼女の息子彼女の最愛の人カワブ彼女の神の娘彼女はヤマットを務める者メリティテス彼の母クフに彼を運んだ者4つの埋葬校がマスタバの一部として建設されていた 枚総工 G7110A は実際には一度も使用されなかった。枚総工 G7110 バイトは元来カワブの妻ヘテプヘレス2世のためのものであった。しかし、それは未完成のままであり、使用された形跡も現在まで見つかっていない。この理由はヘテプヘレス2世がカワブの死後に再婚したためである。 可能性が最も高いであろう。埋葬王セ G7120A は川部の埋葬地であった。赤い花崗岩のサルコファガスが川部のために作られており、埋葬工の中から見つかった。このサルコファガスには次の文章が刻まれていた。一応の歌詞とアヌビスによる、音調、聖堂の最高位、偉大なる神の前の墓地へ埋葬、アヌビスの祭祀、セルケトの神官、川部。 二王の歌詞とアヌビスによる、恩長、聖堂の最高位、西の墓舎の墓地へ埋葬、王の肉体の息子、カワブ。三最年長の王の肉体の息子、アヌビスの祭司、カワブ。カワブの死の遥か後、ラムセス二世の王子カエムワセとは、メンフィスの神殿のカワブの像を修復した。デビット・マコーレイの1975年の著作、ピラミッドの映像化作品は、 川部がエジプトとヌビアの国境近くで待ち伏せに遭い、殺害されたことを描写している。ありがとうございます。